皆さんこんにちは。ドラム講師の森谷亮太です。今回この動画レッスンではバスドラの踏み方についてご紹介したいと思います。まず、バスドラの踏み方、2種類あるんですけども、今回紹介するのは1つだけです。かかとを上げて行うヒールアップ走法と言われているものです。今回、これの体の使い方をご紹介したいと思います。この一番のポイントというのは、足首を使って叩くということ。そして、このビーターが一番跳ね返ってきてる、一番跳ね返らせれるような足の使い方をすることが重要になってきます。やり方としては、足の付け根から足を上げてしまうと、体が後ろに倒れてしまいます。こういうような感じで踏むと、体重が全部足に持っていかれるんですね。なので、このままの状態で、まずは自然にかかとだけを上げれる状態っていうのを作っていきましょう。足の甲を軽く前に突き出すような感じです。そのままの位置で、かかとを下ろしていってみましょう。かかとを下ろす反動で軽く音が鳴れば大丈夫です。そして、バスドラを踏むポイントというのは、ジャンプするような感じですね。一回ジャンプしてみましょう。その場でジャンプしてみましょう。この時に、つま先が最後まで地面に残ってジャンプできている状態。これが自然なジャンプをする時の感じですね。もうこのかかとが、足首が固まった状態でジャンプすることはできません。足首を、つま先を最後まで残してジャンプするわけです。まずは、そのままジャンプを一度やってみて、次に座った状態でジャンプしてみます。この動きはもうそのままです。そのまま、ペダルの上に乗せて、やってみましょう。この動きができると、このビータというのが一番手前に跳ね返ってくるポイントというのを作れるんですね。スプリングを目いっぱい使えているような状態です。それの一番跳ね返ってきてるところを打つことができます。よくバスドラの音量が上がらないというご相談をいただくんですが、その方が、よく見られる光景というのは、ビーターがこの自然な、この位置のまま踏んでいる方がほとんどですね。この位置よりももっと手前までビーターを持ってきて踏むと、バスドラの音量が上がります。そして、このコツを、ぜひ掴んだら、実際に演奏として使っていくのですが、バスドラをこう踏むときにですね、こう叩くことばかりに意識すると、こう、なんて言うんでしょう。リズムが取りづらくなってくるんですね。打つことしかこう考えられなくなってしまうので、足を上げるポイントというのを見つけましょう。なので、8ビートの場合、やってみましょう。なんとなくお分かりいただけますでしょうか。この上げるタイミングですねっていうのをつかめれたら大丈夫です。 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4この感覚がつかめれたら、体がすごく動かしやすくなるんですね。音だけに打つことだけにこう頼ってしまうと、音がすごく、動きが硬くなってしまいます。ゆったりと上げるポイントを定めましょう。一番重要なポイントというのは、ジャンプすることです。ジャンプをする足の使い方。まずはこの場で足をぜひ跳ねさせてみてください。そして、それのコツがつかめてきたら、ペダルの上に乗せて、同じ動きをやってみてください。というような感じで、今日の動画レッスンは終わりにしたいと思います。それでは、また次回のレッスンでお会いしましょう。さよなら。